どうも、愛知です。今回はですね、中3の女の子からいただきましたプチ相談に答えていきます。で、今回いただいた相談がですね、夏休みがあと約2週間ぐらいで終わる時期、今日8月16かな、今撮ってるんですけど、夏休みが終わった後にですね、実力テストとか、あとは夏休み明けテストみたいな感じの名前なのかな。で、テストがね、すぐ行われる方結構いると思います。特に受験生。で、そうすると、夏休みがね、あと2週間ぐらいで終わるので、その実力テストの勉強を優先するべきなのか、それとも今やってる受験勉強を優先そのまま続けるべきなのか、どっちを力入れた方がいいんですかっていうのが今回いただいた相談です。で、それにまず1個答えていくんですけど、で、それに合わせてですね、夏休みが終わります。学校始まった後に、いずれ定期テスト、中間期末がやってきますよね。で、その時にも同じ相談が来ます。毎年。その中間期末の勉強をするべきなのか、テスト勉強じゃねえや、受験勉強を続ける力を入れるべきなのか、どっちに肘を置いた方がいいんですかっていう相談が来るので、今回それを合わせて2個答えていきますので、よかったら最後までお付き合いください。で、まず1個目ですね、いただいた相談の方なんですが、実力テスト、受験勉強、どっちつったらこれ実力テストの勉強をしようってスイッチ入れる必要はないです。特に気にせず、今やってる受験勉強を続けてください。で、これはですね、まあ、多くの方が受験勉強を基本的に復習スタイルで、今までやったね、1、2年生でやった勉強と3年生の今までで勉強したところを、復習ね、していく方が多いと思います。もしかしたら夏休み後半なので、もう予習にね、切り替えてる方もいるかもしれないんですけど、実力テストっていうのは、今まで勉強したものを基本的に全部が範囲です。1年生、2年生も含めて。だから今やってる受験勉強、復習でやってる受験勉強がそれイコール実力テストの勉強になってるはずなんです。予習じゃなければね。だから別に実力テストの勉強しようってスイッチを入れなくても今やってる受験勉強自分で決めたペースでやってもらえればそれが実手の勉強になりますので気にせずそのまま続けてください。あとは、その実力テストっていうのは基本的に成績に入らないものなんですよ。一応ね、そう言われてて。ただね、その成績入れるぞなんていう先生もいるので、ちょっと待てよってこともなりかねないんですが、まあ基本的には夏休み勉強頑張って、その実力を測るためにやるテストなので、まあ、成績に入らないからね。入らないから適当にやっていいってそういうわけじゃなくって、入らないからその実手のために勉強しなきゃって気負いをしなくて構わないので、今やってる受験勉強を自分のペースでそのまま続けてもらえたらと思います。で、今度はじゃあ夏休み明けた定期テストの方です。で、こっちはちょっと話が変わってきてしまって、定期テスト、まあ、中間期末がやってきた時、中間期末の勉強と、今そのやってる受験勉強、どっちかっていうと、自分はどっちですね、定期テストの勉強に、力を入れさせます。で、なんでかっていうと、まあ、これからね、夏休み終わってから習う勉強が出てきます。まあ、例えば、中3数学だったら、三平方の定理とか出てくるわけですけど、それで、これから勉強していくところも当然受験勉強とか受験には出てくるわけですよ。だから、その中間期末テストがね、まあ、中間期末っていうのはその短いテスト範囲じゃないですか。その範囲の勉強もそこを頑張ることでそれイコール受験勉強になるわけなんですよね。で、やっぱり定期テストっていうのは成績に入ってしまいます。で、もちろん通知用の結果を受験が全く関係ない方に関しては別に定期テストそんな力いなくてもいいです。正直。自分はちょっと言い切ってしまいますけど、自分は受験勉強でねえやん。定期テストっていうのは通知を取るためにやってるテストだと思ってるので、だから通知関係ないんだったら別に受験勉強を自分のペースでやってもらえたらいいと思うんですけど、少しでも、通知用の結果が受験本番に関わってくる方はやっぱり関わってくる時、一番最後のね期末テストとか多分成績に入んない時とか出てくるんですよね。そういった時はまあ、ちょっと力ね抜くというか受験勉強メインで過去問やったりしなきゃとかそれで構わないんですけど、成績に入るうちはですね、定期テストの期間まあ、2週間前ぐらいはそっちを重点的にやってください。特に期末の時に副教科、体育とか音楽とかあっちの教科で時間取るのがもったいないと、そんなんしたって受験本番出ないからさ、思う方いると思うんですよ。いると思うんですけど、でもやっぱり9教科、こうやって技術課程も含めて、あと美術も含めた、その9教科の通知用の成績がその受験の成績になってくる方が多いと思うので、そこはちょっとグッと踏ん張って、通知用で取るためにテスト勉強やんなきゃっていう風に切り替えてですね、定期テストに関しては、まあ、さっき言ったようにその成績に、がね、通知用の成績を使う方は、そっちにその期間は切り替えてもらって、もちろん、受験勉強をゼロにする必要はないと思うんですよ。そのちょっと受験勉強のね、量を減らしてもらって、その減らして浮いた、
時間を定期テストの勉強に当てるみたいな、まあ、そのバランスは任せるんですが、そういった形でやってもらえたらと思います。